空中極芸そのだけと警察と両方から集まった人たちがお湯屋の裏庭にひしめき合って煙突の上を眺めていますまた近所の人たちも騒ぎを聞きつけて表へ出てきたのでその辺は大変な騒ぎになりましたお湯屋の三助さんや町の青年たちは風呂場の大屋根に登ってわーわー騒いでいます よし今度こそ僕たちで撃ち殺してやれ園田さんの屋根でひょうを取り逃がした2人の若い警官が手に手にピストルを握って煙突のはしごへ登っていきますさっきの敵討ちをするつもりでしょうそれを見ると下にいた人たちはわーっと声を立てました勇敢な2人の警官を褒めたたえているのです 警官たちは細いまっすぐの鉄橋をぐんぐん登っていきました。煙突の頂上には黄金氷がうずくまって下を見下ろしています。二人の警官は片手にピストルを構えながら怪獣めがけて登っていくのです。その二人の黒い姿が登るにつれてだんだん小さくなっていきます。 二人はもう七八段で頂上というところまで登りつきました二人の目には怪獣がぐんぐん大きく見えてきます怪獣はものすごい顔でにらみつけているのです今にも飛びかかってきそうです警官たちはもし飛びかかってきたらすぐピストルをぶっ放す覚悟でしたその時ですギョと とするようなこことが起こりました金色の塊が煙突の頂上からパーッと落ちてきたのです2人の警官は氷が自分たちに飛びかかってきたのだと思いいきなりピストルをぶっぱなしましたしかしピストルの弾が飛び出す頃には金色の塊はもう警官の背中を通り越してずっと下の方に落ちていました。 黄金氷は警官に追い詰められ、切羽詰まって飛び降りたのでしょうか。いくら怪獣でもこんな高いところから落ちたら大怪我をするか、ひょっとしたら死んでしまうかもしれません。下からはわーっという人声が湧き上がってきました。氷が飛び降りたので驚いた叫び声です。二人の警官は思わず下を眺めました。 煙突の下に集まっている人たちが小さく見えていますしかしその辺に氷が落ちた様子はありません人々はやっぱり上の方を見上げているではありませんか警官たちはキョロキョロと足の下を見回しましたおやあんなところに黄金氷は煙突の中ほどの空中にふわふわと漂っていたのです 煙突からも梯子からも離れた空中に漂っていたのです怪獣は空中に浮き上がる魔力を持っているのでしょうかいやそうではありません綱がついています長い綱が煙突の頂上に出っ張った鉄の枠にくくりつけてありそこから氷の体までつながっているのです 怪獣はその長い綱に捕まってスルスルと滑り降りたのです。一体そんな綱がどこにあったのでしょうか。それにヒョウのような動物の足で綱に捕まることができるものでしょうか。しかし千年の功を経た魔物のことです。人間のように綱に捕まる力が備わっているかもしれません。みるみるその綱がブランコのように左右に揺れ始めました。 ヒョウが綱に取りすがって弾みをつけて振っているのです。綱の下がっているのは梯子の反対側で、しかも煙突からは離れているので、警官がいくら手を伸ばしても綱をつかむことはできません。ピストルの弾で綱を切ろうとして二三発撃ちましたが、揺れている細い綱ですからうまく当たりません。そのうちに綱の揺れ方はだんだん大きくなってきました。 氷が一生懸命に弾みをつけているからです綱の先の金色の怪獣はさーっと空中に舞い上がったかと思うと恐ろしい勢いで下へ落ちていき今度は反対の方の空中へ高く高く舞い上がるのですブランコよりはずっと長い綱ですからその揺れ方もびっくりするほど大きいのです恐ろしいけれども実に美しい景色でした 高々と照り渡る月の光の中をキラキラ光る金の塊が30メートルほどの空中をあっちへ行ったりこっちへ行ったり太い金の筋を引いて揺れているのです。大きな大きな時計の金色の振り子が大空いっぱいに揺れているのです。揺れながら怪獣はどこかに見当をつけていたようです。 そして一番大きく揺れる頃合いを見すまして、パッと綱を離しました。すると、勢いがついていたのですから、ヒョウはまるで大きな金色の弾丸のように空中をはるか向こうへ飛んで行きました。またしても美しい金色の虹がキラキラと輝きました。ヒョウが飛んで行ったのは、町の表通りにある三階建ての雑貨商の屋上でした。 それはコンクリートの洋館で、屋上は平らな物干し場になっているのです。怪獣はその屋上にうまく飛び降りました。そして穴のようになった下へ降りる階段に姿を消してしまいました。その雑貨賞には、緑紹介という大きな看板が出ていました。それが煙突に登っている警官にもよく読めるのです。 表通りの雑貨屋だ緑商会という店だあいつは今、屋上から下へ降りていった早くあの店を取り囲んでくれ煙突の上の警官が声を振り絞って下の人たちに叫びました。お湯屋から緑商会までは50メートルもありません。人々は雪崩を打ってその方へ駆け出しました。 警官やそのだけの人たちばかりでなく大勢の町の人たちも混じっているのですたちまち緑商会の周りは黒山の人だかりになりました警官たちはその人々をかき分けて表と裏から雑貨商の中へ入っていきましたそして天でにピストルを構えて1階2階3階と家の中をくまなく探し回ったのです 緑商会の人たちは氷が屋上に飛び降りたと聞くと、寝ていた者も,も羽を着てみんな一階へ集まっていました。ですから二階三階は空っぽです。警官たちはそれを隅から隅まで探し回ったのです。しかし、不思議にも黄金氷はどこにもいません。押入れもいろいろな箱の中も一つ残らず調べたのです。 それでででもも何も発見できませんでした。怪獣はとうとう最後の魔法を使ったのでしょうかそして空気の中へスーっと溶け込んでいったのでしょうか怪獣と密室いくら探しても黄金表を見つけることができませんので。 警官たちも諦めて引き上げました。緑商会には三人の警官が残って見張りを続けましたし、このことを東京中の警察に知らせて非常線が張られたのですが、何の手応えもないのでした。小林少年も残念ながら引き上げるほかはありません。しかし、もう夜が更けていましたので、明智探偵事務所まで帰るのは大変ですから、 園田さんの家には会社の人などが泊まっているので部屋がみんな塞がっていました仕方がないので園田さんの書斎の大きな長い子の上で毛布をかぶって寝ることにしましたみんなと一緒にお夜食をご馳走になった後でその書斎に入り電灯を消し洋服を脱いで シャツのまま長い椅子に寝そべって毛布をかぶりました。窓のカーテンには明るい月の光が差しています。窓の外側に鉄の格子が取り付けてあります。その格子の影が黒い島になってくっきりと映っているのです。小林君はさっきからの活動ですっかり疲れていましたので、 ふかふかした長い椅子に横になったかと思うと、もう軽いいびきをかいていました。ぐっすりと二時間ほども眠ったとき、何か妙な物音がしたので、ふっと目を覚ましました。月はもう隠れたと見えて、部屋の中は真っ暗です。なだろう。人が歩いているような音がしたが。 まさか泥棒じゃあるまいな小林くんはそう思いましたするとまた部屋の向こうの方でゴソゴソと何かが動く音がするではありませんかやっぱり誰かがいるんだ不意に電灯をつけて驚かしてやろう小林くんはそっと長い子から滑り降りて足音をしばせて。 手探りでスイッチのある壁の方へ歩いて行きました。そしてパチッとスイッチを入れたのです。電灯がついて書斎の中が眩しいほど明るくなりました。小林君は素早く部屋の中を見回しました。あ黄金表です。あいつが部屋の真ん中のオーデスクの向こうに腰掛けてこちらを睨んでいたのです。 小林君はあまりのことに立ちつくんだまま物も言えません <laughs> 小林のチンピラよくも俺をひどい目に合わせたな覚えていろきっとこの仕返しはしてやるぞ 黄金の怪獣は2本の前足をテーブルの上で組み合わせその上に首を乗せるようにして凛のような目を光らせながら人間の声で物を言ったのです小林君が黙っていると怪獣はまた口を開きましただが俺はここのうちの宝物なんかにもう未練はない。 一度やり損なったものは二度と狙わないのが俺の勝負んだ。今度は、もっとでっかいことをやってみせる。そして貴様をひどい目に合わせてやる。俺はそのことを言い渡すために、わざわざ戻ってきたのだ。よく覚えておくがいい。 小林くんは怪獣がしゃべっている間に相手に悟られぬようにじりじりと後しざりをしていました。そして入り口のドアまで来るとパッと向きを変えてドアを開き外の廊下へ飛び出しました。そしてバタンとドアを閉め中から開けられないように力を込めて取っ手を握りしめたのです。窓には鉄格子がはめてあります。出入り口はこのドア一つです。 つまり小林くんは怪獣を厳重な密室の中へ閉じ込めてしまったのですそして大きな声でうちの人たちを呼び立てましたその夜は2人の女性のほかに柔道のできる会社員が2人も泊まっていましたので小林くんの叫び声に目を覚ましすぐにそこへ駆けつけてきましたどうしたんだ、今頃。それは夜中の3時だったのです。 この部屋に黄金氷が。え、なんだって黄金氷はゆうこの家から逃げ出していったばかりじゃないか。君、夢でも見たんだろう。まさかあれほど追っかけられた氷がまたここへやってくるなんて、誰も本当とは思えないのでした。いいえ、夢じゃありません。確かにこの部屋の中にいるんです。 しかもそいつは人間の言葉で物を言いました小林くんが今の出来事を詳しく話しますと会社員の一人がよしそれじゃあピストルを持ってくるからそのドアを押さえていたまえと言って駆け出していきましたがじきにピストルを握って戻ってきましたよしドアを少し開くんだ僕がそこから狙いをつけて仕留めてやる 小林くんがノブを回してそっとドアを5センチほど開きました会社員はそこから部屋の中を覗いていましたが変な顔をして小林君くんを振り向きました君、何もいないじゃないかいったいどこにいるんだ人間のようにデスクの向こうの椅子にかけてこちらを見ていたんですデスクには何にもいないよほら見てごらん 小林くんが覗いてみますと、なるほど。もうそこには氷の姿は見えません。しかし、どこにも逃げ道はないのです。窓には鉄格子がはまっています。ドアはこのドア一つきりです。小林くんは一度もドアの前を離れませんでした。ですから、あの金色の怪獣はまだ部屋の中にいるに違いないのです。どっかに隠れているのですよ。 用心してくださいよ、うんよし僕が入ってみる勇敢な会社員はピストルを構えて部屋の中へ入っていきましたそしてデスクの下や本棚の隅をあちこちと探しましたがどこにもヒョウの姿はありません <laughs> 何もいないじゃないか君はやっぱり。 夢を見たんだろう夢なもんですか僕は確かにあいつを見たんですそしてあいつが人間の言葉でしゃべるのを聞いたんです小林君も部屋の中に入って隅々を調べて回りましたしかしそこにはネズミ一匹いないのでした小林君はあまりの不思議さにぼんやり突っ立っているばかりです 窓の鉄格子にも何の異常もありません。窓やドアから出なかったことは確かです。この部屋には秘密の隠し戸なんか絶対にありません。それなのにヒョウの姿が消えてしまったのです。千年のヒョウがまたしても魔法を使ったのでしょうか。しかしこのお話は階段ではありません。どんなに不思議な魔法のように見えても、 それにはちゃんと種があるのです。名探偵ならばその種を見破ることができるのです。では、この厳重な密室から消え失せた魔法の種は、一体どういうことだったのでしょうか。さすがの小林少年にもそれはわかりませんでした。明智先生の知恵を借りるほかはないのかもしれません。 読者諸君はお分かりですかこの秘密が解けるのはもっとずっとあとですそれまでは黄金氷がどういう仕掛けで消えうせたか一つ考えてみてください「信頼者の会」。 そのの買い事件があってから3週間ほど後のことです。お話変わって東京と大阪に店を持っている日本でも一流の大宝石商株式会社宝玉堂の大阪の店から23個のダイヤモンドを東京の店へ持っていかなければならないことが起こりました一つ500万円もする大きなダイヤも混じっていて 23個でで万円という値打ちのものもすから、途中でなくしたたりり盗まれたりしては大変です。そこで大阪の店の支店長自席の野村という人が自分で持っていくことにしたのですがいろいろな事情で飛行機の時間に間に合わなくなりと言って1日延ばすわけにはいきませんので仕方なく夜の特急列車に乗り込みました。 汽車なら一等寝台が安全だと思いました。が、それではかえって目立つから何気なく二等寝台に乗ることにしたのですその代わり宝石には保険がかけてありますし旅行の間宝石を入れておく場所にも特別の知恵を働かせて十分用心をしましたその上若い腕っぷしの強い新井という社員を連れて護衛に当たらせることにしたのです 支店長自席の野村さんはわざと上段の寝台を選びその下の寝台へ荒井という社員を寝させましたそうしておけば悪者が上段への鉄橋号を上がってくれば下段にいる荒井さんにすぐわかるので一層安全だからですその真夜中列車は今関ヶ原の辺を走っていました 上段の野村さんはダイヤを入れた丸い革のカバンを抱くようにしてうとうとと眠っていました。すると、締め切った青いカーテンが動いて、その合わせ目から妙なピカピカ光るものがニューッと出てきました。野村さんはなんだか変な音がしたので、ふと目を開いて狭い寝台の中を見回しました。 そしてすぐにそのピカピカ光るものを見つけたのです。カーテンの合わせ目から覗いているのは金色に光ったものです。絵体の知れない変なものです。よく見ると、その金色のものには鋭い爪が生えていました。猛獣の爪です。野村さんはぎょっとして身を縮めたまま息を殺してそれを見つめていますと。 またカーテンがゆらゆらと動いてその合わせ目から、リンのような青く光る小さな丸いものが覗きました。目です。猛獣の目です。それがぬーっとこちらへ近づいてくるのです。そして猛獣の顔全体が現れてきました。その顔は金色に光っていました。金色の中に黒い斑点があるのです。 鼻の辺にキューッとシワを寄せて、ガッと真っ赤な口を開きました。白い鋭い牙が生えています。あ黄金ひだ野村さんはそれを悟ると、気を失うほどの驚きに打たれました。それにしても、あの怪獣が汽車の中に現れるなんて、まるで恐ろしい夢を見ているようです。やっぱり夢かしら いやいや夢ではない自分は確かに目を覚ましているどうしてこの人目につきやすい怪獣が汽車の中へ入ってきたのかわからないけれどこいつはあの恐ろしい黄金票に違いありません野村さんはもう生きた心地もないのですこいつに食われてしまうのではないかという恐れともう一つは5,000万円のダイヤをこいつに取られてしまうのではないかという心配で そっとしそうになってくるのです野村さんは寝たままだんだん寝台の隅の方へ体を縮めて宝石のカバンを死に物狂いで抱きしめていましたすると怪獣の金色の前足がぬーっとその宝石のカバンの方へ伸びてきましたしかし狭い寝台の中ですから逃げることもどうすることもできません 金色の前足は恐ろしい力で野村さんの抱きしめていた宝石のカバンをつかみ取ってしまいました。そしてまるで人間のようにもう一方の前足でカバンを開き、それを青く光る目の前へ持って行ってしばらく見ていましたが、突然人間の声で嫌な笑い方をしました。<laughs> これはみんな偽物だ。 そんな甘い手には乗らないぞ。さあ、本物のダイヤを出せ。怪獣が人間の言葉を使ったので野村さんはいよいよたまげてしまいました。確かにカバンの中に入れておいたのは偽物なのです。本物の方は薄いニッケルの箱に入れて長い切れで包み、それをしっかり腹に巻いていたのです。 野村さんは思わずその腹巻の上を両手で押さえました。はは、わかったぞ。さては腹に巻いているんだな。黄金兵はそう言って前足で野村さんの着ていた寝台浴衣の胸をはだけ、一方の前足をぐっとその中に入れて無理やりに腹巻を引き出してしまいました。そして。 腹巻の中のニッケル箱を取り出し、蓋を開いて中を改めてから、ピチンと蓋を閉めて、それを偽物の入っている宝石カバンに入れると、カバンの下げ皮を口にくわえて、カーテンの外へ姿を消してしまいました。野村さんはその時になって、やっと声を立てることができました。それまではあまりの恐ろしさに口がきけなかったのです。 野村さんが叫び立てたものですから、他の寝台に寝ていた人々がみんな目を覚まして、何事かとカーテンを開いて真ん中の通路を覗きました。すると、その通路を一匹の金色のヒョウが口に丸い宝石カバンを加えてのそのそと歩いていくのが見えたものですから、わーっという叫び声が起こり、たちまち寝台車の中は恐ろしい騒ぎになりました。 下段にいた新井さんも、やっとその時寝台から這い出して野村さんのいる上段のベッドを覗きましたが、もう手遅れです。新井さんも黄金氷が来たことはよく知っていたのです。妙な黒い影が自分のベッドのカーテンに映ったので、そっと合わせ目から覗いてみると、そこに思いもよらぬ黄金氷が立ちはだかっていたので、紐をつぶしてベッドの中で小さくなっていたのでした。 いくら腕っぷしが強くても相手が猛獣ではどうすることもできなかったのです。